2015年、エリック・ボンパール杯は2015年にフランスで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2015-2016ISU グランプリシリーズの第4戦である。2015年、エリック・ボンパール杯は2015から2016年シーズンに開催されるエリック・ボンパール杯。二千十五年十一月十三日から十五日に かけて、シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が、ボルドーのメディアデックアイスリンクで行われた。13日に、パリで発生した、同時手発テロ事件の影響で、各フリー種目の演技は中止された。主催したフランス表情競技連盟によると、今回のテロにより、フランス国民に服もしてもらうために、開催の中止、延期をする必要があるとして、フリー演技の開催中止、 延期について説明している。11月23日、国際スケート連盟より、ショート種目の順位を最終結果として扱うことが正式発表された。またこの時の冠スポンサーであるエリック・ボンパール社は、キャンセルに伴う、スポンサー費用の返還が行われなかったこと、その後のフランス表情競技連盟の対応を理由として、 今大会限りで2004年から11年間続けてきたスポンサーから交板している。今大会開催国の統括団体であるフランス表情競技連盟に対しては各種目で最大3人の出場枠が用意された。男子シングル9月15日、シャフィック・ベセニエが追加招待された。10月7日、ミー・シャジーがフランスのビザが取得できないために出場を辞退した。 10月15日、キム・ジンソが追加招待された。11月6日、フローラン・アモディオが足首の炎症のために出場を辞退した。女子シングル8月17日、キーラ・コルピが引退のために出場を辞退した。8月21日、ロベルタ・ロディギエーロが追加招待された。9月23日、ブルックリー・ハンが追加招待された。アイスダンス9月23日、 サラ・ウルタド、アドリア・ディアス組と、アリサ・アガフォノバ、アルペルーチャル組が追加招待された。10月16日、サラ・ウルタド、アドリア・ディアス組が解散したために出場を辞退した。10月26日、ロランス、フルニエ・ボードリー、ニゴライサー・アンスン組が追加招待された。11月12日、ガブリエラ・パパダキス、ギオーム・シゼロン組が、 パパダキスの脳浸透のために出場を辞退した。各競技の上位成績者には、2015、2016、ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000ベドルを差し引かれるとされていたが、エキシビションが中止となったため、対象外となった。 競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベドル、ペアアイスダンスで1組につき300ベドル、支払われるとされた。ありがとうございます。